今度の総選挙は安倍政権を退場に追い込む歴史的なチャンスの選挙であります。この総選挙の最大の争点、どこにあるでしょうか。ズバリ、安倍暴走政治をこのまま続けていいのか、ここにあります。憲法をこれだけないがしろにしてきた政権はかつてありません。安保法制、秘密法、共謀罪、憲法違反の法律を次々と数の暴力で押し通してきました。平和憲法を守り、平和憲法を生かそう、この願いを党を作って95年、苦しい時代も一筋に反戦平和を貫いてきた日本共産党にお寄せください。 1% の富裕層と大企業のための政治でなく、 99% の国民のための政治を作ろう。消費税 10% への大増税はきっぱり中止を、この声を上げようじゃありませんか。増税するんだったら、アベノミクスで大儲けを上げている富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革を実行しようじゃありませんか。